私の番ね。そこだ。おっしゃ。私の番です。エニグマクロ。それ。ありがとう。そこです。よし。甘いっての。そこだ。さあ、先を急ぎましょう。膨大なエネルギーが集まっているみたいで、それに
やっぱり嫌がったみたいだぜ。これはものすごい場所だね。ここまで活性化しているのなら。ああ、白面殿が生きていれば。間違いないだろうね。でも博士に加えて教授までクロスベルに来てたら、グロリアスまで持ち出して二大国に喧嘩を売ったりして。それあれ、やっぱりこの程度の使命簡単。全てはあの方の意志。それよりも博士、カンパネル、どうやら客人のようです。どうやら予想以上の化け物どもが揃って。ああ、遊撃士のお姉さんたちは身動きを取れなくしたはず。どうやってこの場所を。一応。しかし、なんだか面白いことをペラペラ。さすがに見過ごすわけにはいかなくなってきたかな。察するに、クロスベル警察。クロスベル警察、結社。ウロボロスの関係者と見受け、まずは身分を証明できるもの。身分の証明。警察としての手続き。僕たち相手に。まっすぐな若者ですね。要求に応えられないのは心苦しくはある。ダメだロイド、常識が通用する連中。教団の連中あたりと同じだと考えるべきだろう。彼らと一緒にされるのはさ。いいだろう、自己紹介くらいはしようじゃないか。 F ノバルティスだ。ウロボロスの第六中にして13工房を任。どうか気軽に博士とでも。なるほど、動力ネットのハッキングに使われた。ほう、あれはアストラルのコードといってね。結社。博士、博士。そういえば教団の被験者でエプスタインの連中が。どうだね君、その才能を結社のために生かすつもりはないかね。お断りします。ゴー。まったく、レンに逃げられたからといって。で、別にレンの。さて、次は我が名はアリアンロード。見くらう蛇の第七中にして、どうか見知りおきを。なんて澄んだ声。ごつい鎧を着ているが女みてえだな。信じられないほどの威圧感だけどね。貴様が結社の際、確かに身震いするほどの陶器の持ち主のようだ。この印を前にして、その余裕。おい、どうしてそんな。なかなか興味深い対戦カードだとは思うけど、その前にここの主が戻ってきたみたい。何、主。巨大なオーラの接近を確認。大型の幻獣が来ま。なんだと。一体どこか。幻獣、スフィン・キマイラ。古の幻想が作り出した聖なる。いやはや、こんなものまで実体化。これは計画の成果。狙うなら連中を狙いやる。話は後だ。幻獣出現、全力で行くぞ。任せてくれ。やれやれ、バースト発動。了解。よし。
せて。エニグマ任せて。やれやれ。にしてはなかなかといったところかな。その魔道場とやらも財団の連中が作ったにしてはそこそこ完成度も高そうだ。てめえら、ウロボロス、そろそろ答えてもらおう。クロスベルの地でまさかとは思うが、グノーシスを新たに製造した。え、魔人化しちゃった不良のリーダー君か。僕も見物させてもらったけどもう少し突き抜けたらはぐらかすな君たちがそう思うのは無理もないと。私たちはあくまで計画の進行度と七葉脈の活性化の度合いと約束。ちょ、どこま…もはや言葉はつく。ここから先は力を持ってく。いん、そうするしか…やれや…さすがに僕じゃ、君たち…ここはあなたにお任せ。仕方あり。やり。中世の騎士が使っていたランスみたいだけど。おいおい、そんな骨董品を持ち出して。問答は無用。互いに獲物を取ったからには全力を持って当たるが、さもなくは命はない。まさか超高速の月を一呼吸です。ありえません。人間のほう、
鋼の聖女の槍を東方人外の末なかなかの反応です。ですが先代と比べると未だ迷いがあるようですね。リーシャ、すごいな、気配を変えてたのか。こりゃ傑作だ。インの正体がアルカンシルの準ヒロイン。さぞ面白いドラマがありそうじゃない。皆さん大丈夫ですか。ノエル、それに来てくれたんですね。あの者たちはヘビの連中か。道化師カンパネルラ、それに十三工房の管理者に鋼の巣。ほうほう。レーベンに匹敵する腕前。風の牽制まみえるのは、なるほど、噂にたがわず。すば世辞は結構。あなたのように人の息を超えるまでは到底いた。特にその槍の前では。それが見抜けるだけでも大した。アリオスさん、よもやこのまま見逃す。まさか。だが状況はこちらが不利だ。リンたちがやり合った。よい、ここで殴る。はマスターの王。潮時みたいだね。計画の進行度と七葉脈の状態も確認できた。そろそろ私も試合。待て、さすがにこのまま見逃し。一つ忠告し、こたびの計画によって我らはあくまでは。何、じきに獣たちが放たれ、この地に腐れた目の前で起きる悲劇に囚われす。それではごきげんよう。またの再会を楽しみに。ウロボロス、トン。リーシャ、リーシャさん、そろそろ稽古に戻らなくてはいけません。失礼します。信じられないことばかり起きて。ああ、まるで夢のなった。バルドのことといい、悪夢のだが紛れもなく。アリオさん、結社の連中は予想以この場所の意味、そして実呆然としている暇はなさそうだ。はっ、獣たち。そうか。ええ。はい、特務室。ダドリーだ。湖の南岸へ向かったと聞いたが。あ、その、いろいろあ。ならばちょうどいい。ついでに連中、赤い星座のメンバーが。な。できればオルランドから話を聞きたい。すぐに戻ってこ。わかりました。どうしたの。ずいぶん慌ててました。ああ。それは赤い星座が。我々も気には。ロイド、お前たち、俺たちはこの場所を調べてか。あ、すみません。すまねえな、こういう時はお互い様さ。それにリンとエオリアと赤い星座が動いたとすれば、ヘイ、俺たちもすぐに戻るが。はい、それでは失礼します。まさかインの正体がリーシャさんだったなんて。てっきり男の人とばかり。どうやらあの格好の時には気配を、ひょっとしたら
体型なんかも変化す…そんなことって普通じゃない人間に、どうやら私の感能力も欺く…ロイドさんは思った…ああ、ちょっと前に…小さい頃からそのために生きてきました。記念遠くなるような昔から今となっては何のために歩んで…まさかとは思ったから、それ以上はどこか彼女が陰である可能性を。そんなこと考えてみりゃ、ただの素人がアルカンシェルの準主役。ああ、あのイリアさんが強引に誘って、しかも陰が現れた時期と。ヘイユイのチャオさんあたりは、まあ彼女の立場なら下手に素性なんか知られたらいいように使われるだけだろうし。そういう意味ではあまり正…ああ、課長はとも…それに今はヘイユ…ああ、このタイミングでおじきたちが姿を消す。たぶん…そうか、ソーニャ司令の方にも…失礼します。来たか。すみません、少し状況について伝えた通り、この建物にはもうおよそ100名近くのメンバーが出入りしていたと思われ、全員ジオフロントを経由して行方を…ジオフロントを経由して…ですが、そんな道はなかった。どうやら爆破工作で強引にぶち抜いたようです。ジオフロント B 区画の仮想に出る抜け道が…そんなこと…やれやれ、とんでもない連中だね。それだけではない。旧ルバーチェの…それも重火器を扱う…ああ、おじきどもだったらそのくらいは平…いつでも実戦に臨めるよう常に感覚を研ぎ澄ませておきたい戦闘狂バグ。なるほど。オルランド、連中の狙いはヘイユエか。さすがに分からねえが、ヘイユエが狙いならこんな風に姿を…駅や空港も連中なら苦もなく占拠できんだろう。もっととんでもないことをしでかす可能性はある。と、まさかオルキスタ…そいつはありそうだが、だが連中の好みからはやはり離れているかもしれない。へえ。両兵が本領を発揮できるとしたら野戦かゲリラス、つまり正規軍を翻弄できるような、それこそ市街地全般や起伏の多い山岳地…あっ、確かに車両の動きも制限されますし。ダドリ捜査一課、ダドリ。ああ課長、なんです、このタイミングで。ダドリさん、一体何が。警備隊からの連、正体不明の武装集団が、パトロール中の部隊が。
実戦は3ヶ月ぶりかな。やっとテスタロスさんを満足させてあげられそうだよ。なんだこいつ。総統戦開始。まずはと歯向かうやつは皆殺しでいい。よっ。隊長、いかがしますか。ここで頑張られてもうざいし、ちょっとフォローはお願い。よ、隊長に続くぞ。さあ、テスタロスタ、シャーリーと一緒に。なんたることか。まさかここまで大それたことを一両兵団が引き起こすとは。背後に何者かがいるのは間違いないでしょう。それも通商会議の時と同じく。エレボニア帝国政府、いや、あえて特定するなら帝国軍情報局ですか。その可能性は高いと。このクロスベルでも情報局の将校が。こうなってしまっては帝国政府もしくは共和国政府。いや、すでに昼間の時点で返事は当然ながら。そしてこれは私の責任だが。どこ。いえ決して。いずれにしても、しかし何を。民間の飛行艇に依頼して現時点では略奪などの行為が行われ。ですがマインツの住民が人質である。食料の備蓄も心配ですし、グズグズはしてられませんね。無論だ、すぐに対策を打とう。警備隊の被害はどの程度のもの。人的、物的被害ともに現在予備戦力の全てを賛同。そうか、相手は戦闘のプロだ。あくまで交渉次第では、これ以上の賛。警察の諸君には市民の不安を抑えてもらうと同時に。了解しました。直ちにギルドとも連絡を取って。
遅いな。あんなことがあったからには。はい、今頃オルキスタワーで政治的にも難しい問題。バルドもそうだけど、難しい時期にとんでもないことをしでかし。ねえねえ、課長が帰ってこないんだったら。いや、遅くなったら先に始め。せっかくキーボーが用意してくれたし。で、ランディーさん、鍋のことはともかく、こういう時だからこそ。もちろん頼って。前にも言ったが、おじきたちとの縁は切れている。今さら古巣が何をしたところで。それよりも今は飯を食って明日に備えるのが先決だろ。それはそうですね。お腹が空いては戦はできないって言いますし。ランディのそういうタフさにはいつも助けられているわね。ですね。まあ今日は湖の方でもとんでもない連中と出くわしたし、早めに食事を済ませて休んだ方が明日のためになるかもしれないね。そうだな。よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉たくさん食べて早めに。やおう、いただきます。キーヤちゃん、あとは私たちに任せて。うん、ファイトはお肉とお魚を。あっ、行くのかい？お前か。たく、なんでこ。行きつけのバーに。まあ僕はこういう性格だし、さすがにみんな怒るんじゃないだろうな。だがこいつは俺の。おじきやシャーリーは関係ねえ。ましてやロイドたちを巻き込んでいいわけがねえ。俺自身のケリをつけるためにここを。ただそれだけの話だ。うん、君といい、バルドといい、どうしてそんな不器用にしか生きられないんだい。ほっとけっつうの。しかしお前、本当にどっちなの。何を言ってるのかさっぱりわからないね。君のもう一つの推測については。なるほど、昔何度かやり合った連中と似た匂いを感じてたんだ。あの娘と初対面っぽかったのも不利だったって。黙ってくれていたお礼に、明日好きなように暴れてくると。ああ、おにぎり。まあ彼が抜けるとちょっと、場合によったらアッパス。蹴りをつけてくる。そんな、こんな書き置き。すっかり、きくそ、エニグマまで置いて。ランディ、ダメです。多分人通りのない。でも蹴りをつけてくるということは。ああ、その可能性が高いだろう。それなら山道に展開している。そいつは望み薄。課長。ったく、いつも散らかしてるくせに
妙に警備隊にも問い合わせたが、多分マインツに向かうにしてもあれでも百戦錬磨の元良兵。それ少しは私たちのこと。まあしばらく様子を見るしかないかも。山岳地での軍事行動ほど追いかけようにも手がかりすら見つからない。いや、え、多分ランディも夜のうち、ひょっとしたらまだクロスベル市にいる。え、どうしてわかるんで。簡単なことさ。もしランディが本気で、今のあいつの獲物スタンハルバ。あ、確かに。ってことは奴が両兵時代に使っていた、それを調達するのが先。はい、経歴から考えてかなりの火力の銃火器あたりに通じていてもおかしくありません。それらを市内で調達するのは決して不可。昔の獲物をどこかに保管してい。なるほど。それじゃあ市内で彼ランディさんの行方を。確かに。ああワジ検討。いや、いいんじゃない。それで彼が立ち。そうだな、やはり旧交換屋のアシュリーさんはギオーム親方なんかも重火器の扱いには詳しそうだ。カジノのドレイクオーナーもランディさんしょっちゅうは。そうね。それに確かランディがクロスベルに来た時やつもさ、うまく撒いたつもりがお前らにかかりゃ当然です。こんな勝手リーダーとしてもなんとか行き先をつかんで。絶対当たりきしゃり。ええ、首に縄を。ランディだ。ああ、絶対に連れて帰っ。ええ、何もし。キーヤはサイトと一緒に。うん、ロイドたちも。さてと、かん。ああ、他の場所にもとりあえず市外に出ている暇はなさそうだ。幸い今朝は新たな支援要請が来てなかったみたいですし。多分昨日の事件の影響で警備隊もかなりの被害を。ごめん、あなたの立場からしたら。いえ、そうした危険も。それに今はあくまでと。行きましょう。ああ、
おや、さすがというか。ということは。ああ、昨日の夜に連絡があんたらが訪ねてきたら、白を切ってほしいと頼む。それで、やはり。いや、そんな炸裂弾やら鉄鋼弾、店にあった在庫、それと闇に流れていた。なるほど、さすがに。無登録の人間。でも、重火器の本体は。ああ、うちもそれなりに協力。赤い星座の次期団長には。アシュリさん、ご存知だ。当たり前。どうやら古巣に一泡。オーガロッソとブラッディ・シャーリーといえば、半端な元両兵ごときじゃ間違いさせません。そうさせないために。さっきからず挑発しても無駄みたいだよ。やれやれ。まあ、あの若造お得意様が減ってもつまらない。はい、情報あり。おう、お前、ランディのやつ、なんか尋常じゃねえもんの整備を頼まれたんだが。やっぱり今朝のことで。ああ、5時くらいに、いきなりちょうど徹夜明けだったから。それで、尋常じゃん、やっぱり。ああ、と言ってもバラしたユニットだけだが、しばらく使ってなかった機関部や排気ユニットへ。ありゃ、組み立てたらとんでもねえ。察するに、ランディが使った。ああ、ギヨームさん。ああ、事情は知らんが、仲間のお前たちが。はい、了解です。これはもしや。はい。ええ、夜中の3時くらいに店にしばらくここで飲んでから帰っていきましたが。どうやら真っ先にこちらを。それで。やはり支援課には戻らなかった。いえ、どこに行く。ただどうも飲んでいる最中、おまけに帰りにはあるもの。ええ、ずいぶん2年前、ランディがこの俺が死んだらジャンク屋あたりにバラして売り払って。そんな、ランディさんらしくなさすぎで。やつの経歴についてはわっですが、過去にどんなことが。それを知って。オーナー。はい。昨夜から今朝にかけてのランディの動きが見えてきたわね。ああ、軽く整理してみよう。間違いない、このおそらく最初にドレイクオーナーに預けていた、そのトランクに入っていたのはランディの両兵。多分かなりの攻撃力を誇る。普通そうしたライフルは分解した。2年ほど使っていなかったため、ランディさんは。ま、武装の整備は戦場での生死を。ランディ先輩なら絶対に綿密に。最後に交換屋によって火薬の弾丸も仕入れたってことは。ラインホルト社の中には動力式と火薬、いずれにしても相当特殊で。ああ、赤い星座の両兵たちも見たこと。よし、最後にランディさん。現在10時くらいです。今から先輩の足に追いつくのは。いや、ランディだって赤い星座に仕掛けるなら。その上で地形の利を生かして。ま、玉。いずれにしてももう。ああ、まさかランディさんか。はい。いや、どうしてこの番号が。言ったでしょ、タイムズ百科。お暇でしたらぜひ。屋上。ロイドさん、一体。ヘイユへのツァオだ。中央広場のデパートの屋上で待っている。え、こんな時に。わからない。ただあの男、参道に出る前に
とにかく急ぐ。ザオさん、ラウさんでしたか。少々忙しくなっ、それにあの物騒な方々が、こうして私も大手を振って。相変わらず兵ゆえきっての若手幹部に青空は似合わない。お互い時間もないことで、実は昨夜インドの我々との長期契約を打ち切った。いや、さすがに驚きましてね。なんとか引き止めようとしたんですが、ほとほと困り果てていたんです。そうですか。それが私たちに。昨日エルム湖南岸、ひょっとして僕たちが一緒だったのはすでに掴んでいる。そして遊撃士協会と蛇の者、一体インドのにあなたに話す義理はない。ということは、いや、ダメだエリー、下手に喋るとやれやれ。やはりインドのはおそらく超人的な内向で、気と体型を変化、それだけの身体能力があればステージでのか。いや、どうも気になったので。毎日するとインドのがこちらの仕事を断るタイミングが、いやはや皆さんの彼女をどうする。今のところ、まあ正体を知ったのが私だけなら、おギルド関係者もいた以上、ここで皆さんの口を封じるわけにもいき。冗談きついね。話がそれだけなら。まあそう言わずに、今の情報のお礼にランディさんですが、赤い星座の動向についてはその監視班から。なるほど。それでその地点、現在クロスベル家その付近にある高台から、その先は気づかれ。ロイダン。ああ、この上も。サオさん。あなた方、まあランディさん強いですよ。彼らわかりました。よし、エニグマで課長に連絡してすぐに。はい、了解です。なんとか追いつかないと。さてと、ここが正念場ですか。どうやらこちらも。滝の手前の高台という。ええ、位置的には警備隊が近くにいるらしいけど。そうね、確かにそうか。とにかくこのまま